きます。いいですか、食べても。はい、いただきます。ゴーヤ卵、これはスパムだっけ。スパムっていうハワイの、沖縄の、沖縄の、ハワイ、ハワイでもこれのおにぎりあるよ。あったかも。でしょ、あった。まあ、だから結局アメリカが、ハワイにアメリカの影響で沖縄で普及したって感じじゃない。うん、美味しい。ゴーヤチャンプルめっちゃうまいです。なんで俺がしびれしてるんだ。なんか懐かしい味する。2012沖縄思い出すわ。食べたわ沖縄でこれ。まあタイ料理の方が食べてたけど。え、どこだ。あ、今そのお店も閉まってる。あ、そう。松山区ってところかな。え、松山。ザ歓楽街のど真ん中。でも俺行った時は未成年だったから全然行かなくて、そのお店も。そこにいる人たちも全然そういうのに行かない人たち。バーミ豆腐ってそもそもなんだろう、これ。なんか落花生で、落花生だったっけ、あのピーナッツで作ってる、うん、ピーナッツで作られる。いただきます。うん、めっちゃ美味しいこれ。今日来るときイメトレしてきたの。沖縄の音楽聴きまくって。海の声もあれって沖縄の？ミリンが作ってる？確か作詞か作曲。ミリンの声が来なくなっちゃった。カナダやったの？覚えてません。言ってたか。3月にあるって言ったの。3月にあるって言ってたの。チケット取ろうと思ってウェブサイト行ったら。全部コロナで中止したもんね、音楽っていうのは。まあ、また延期して3年のうちには来るとは思うけど、でもね、今聞きたかった。ミリン絶対俺1個は。行きたかった。楽しみにしてたのに。悔しい。はい、米津玄師をレモンの人っていう例えどうなんですか。沖縄の、そう、オブレモンの人。どうでした、沖縄の方の感想は。最高。やっぱり沖縄思い出す。ゴーヤチャンプル美味しいね。ゴーヤチャンプルとジーマーミー豆腐おすすめですか。あと三品茶もまあ美味しかった、よかったです。それでは、沖縄行きたい。入らない方がいいよ。怖い怖い。汚かったらいけない。綺麗だったんですよね、一応。あ、でも、ソニー部屋も汚かった。どのくらいの汚さ、まあ、これ今ちょっとモニターが今壊れちゃってるんですけど、例えばこれでだいたいここで合わせて、こんにちは皆さん。で、本当はこれもここにモニターコンタつくんですけど、ちょっとこれ壊れちゃって、そうだからあれ併用してるんですけど、今日はですね、沖縄料理に来ました。台北にあるお店ですよね。台北にあります。皆さん美味しいのでぜひよかったら来てみてください。すごい。このオリオンビールとか何もと
めっちゃ美味しい。美味しいって沖縄あの方言でなんて言うんですか。マーサン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 道。マーサン道。あと沖縄のジーマーミー豆腐。ジーマーミー豆腐と、もうちょっと食べちゃったんですけど、後で写真入れます。あと、これはゴーヤーチャンプルと魚のスクガラス。スクガラス豆腐。スクガラス豆腐ってやつです。全部美味しかったです。で、僕が特に好きだったのはジーマーミー豆腐。やっぱり食べたことない味だったので、すごいピーナッツの味が効いててめっちゃおすすめです。撮影大丈夫ですか？え、ここのおすすめは何ですか？ここのおすすめはやっぱりオリオンビール美味しいですよね。あとは沖縄の人もよく食べに来るんですけど、沖縄そば。お、沖縄そば。じゃあ次回また食べに来ます。全部おすすめです。お店の中ももう沖縄にいるみたいな気分で、今台湾からちょっと出てて、あの沖縄に行くの難しいですけど、ここに来れば沖縄を体験できます。それではありがとうございます。将来あの YouTuber になりたいっていうことで、明日から YouTube やるっていう、ぜひあのコラボしましょう。よろしくお願いします。それでは、美味しそうです。下に書くので、ぜひよかったら教えてください。これアルファベットで言った方がいいですか？アルファベットで LILIEYOO です。EYOO EYOO、 わかりました。じゃあ下に貼っときます。ありがとうございます。それでは今日はありがとうございます。ありがとうございます。